An USO or UFO was found washed up ashore on a beach in Japan. This is the full translated news. オレンジ色の大きな球体。これは一体何なのでしょうか。浜松市の海岸に来ています。あちら砂浜の上に茶色く錆びついたような色をした大きな物体が確認できます。大きさは人の腰の高さまであり、直径およそ 1.5 メートル。よく見ると球体の表面は茶色く錆びているように見え、鉄球のようにも見えます。さらに何かを引っ掛けるための突起物のようなものがあるのが分かります。警察によりますと、今日午前8時45分ごろ、次のような通報が寄せられました。夫が土日に散歩した時に海岸に大きな丸いものがあった。付近に住む女性の夫が散歩をしていた際、巨大な不審物があることに気づいたといいます。駆けつけた警察は浜松市の遠州浜海岸で直径およそ 1.5 メートルの不審物を確認。しかしその正体は分かっておらず、御前崎海上保安署も戸惑うばかりです。見たことがない。漂着物に詳しい東京大学の道田豊教授に聞いたところ、海洋観測や漁業などで使われるものにしては相当大きいので、その可能性は低いと分析しています。警察は念のため、人が立ち入らないよう周辺の半径200メートルを立ち入り禁止とした上で、爆発物処理班を出動させました。 X 線を照射するなどの解析作業は先ほど終了。解析の結果、中は空洞で爆発などの危険はないことが判明し、立ち入り禁止は解除されました。警察は海岸を管理する県に回収などを依頼する方針です。